村瀬義則村瀬義則三3月昭和13年8月15日は愛知県出身の日本画家である村瀬信徳とも記されるはじめ黒田清照に指示して西洋画を学び後に日本画に転じて寺崎工業に指示した現存する作品は大正と昭和のものが多い通称は吉則であるがよろしどくをごとした明治十年三月 愛知県庭郡、ホテ町に生まれた。幼い頃から絵を得意とし、東京美術学校に入学。西洋画の黒田清輝教授の下で学ぶ。明治31年に退学。また、この頃日本画の寺崎工業に指示、仮の葉を研究する。文部省、第11回美術展覧会にて、台湾旅行した、蔡の写生から描き起こした難画的な屏風絵。 緑院が入選。大正7年に、よろしどく金作を個人で印刷出版する。山水が人物が課長画を得意とし、全国を旅しながら注文された絵を描く、商業的な画家として活動。アイヌへの描き手でもあった。大正時代に、アイヌ熊祭り屏風を制作する。昭和4年、毛ーリーマッサナオによる原作の原文を肯定し、 注釈と挿絵を加え馬芸者から出版された、札巻書、大石氷録夢物語が版を重ねる。また、同書と同じ題材の彩色画が描かれた色紙や、文章の色紙が横並びにつながり絵巻物風になっている、大石氷録夢物語絵巻を制作する。昭和5年、永平寺三昇画の天井画を144人の画家の一員として描く。現在も、 課長と和紙を描いた2作が飾られている。昭和13年8月15日、東京にて没する。墓所は、青山霊園。日本画家、村瀬義則作、緑院、愛犬熊松に病部私立函館博物館像、愛犬熊松に病部私立函館博物館像、ありがとうございます。